ちょっと BGM やめてくんない、ちょっと若干ネタバレしてるから、今からやろうとした曲でネタバレしてるからね。この D ステージの傾きっていうのをね、これ変えられて、このステージの傾きを 1.0 にすると、なんかおもろいことが起きますよっていう、もうすでに楽曲が面白いんですけど、やってきましたが、広瀬香美さんの月刊ね。ほんとだ、すごい傾、すごい、なんかほんとに月刊してない、あの、レーンっていうか、何この下のさ、譜面そのものがもう月刊してるというか、すごい再現度になってる。ちょっと待って、 あんまりこういう悪口言いたくないけど、ここまでゴミ譜面初めて見たけどね、あんまりないよ。多分これあれだろうね、小学生、いや中1ぐらいが作ったのね、多分ね、これね。まあ微笑ましいですね、可愛らしいですね。多分これもう、いやこれやったら面白いだろうなみたいな、なんかそのね、中学生ぐらいのね、なんかしょうもないなんか男子中学生作ってそうですね、これ、ね。まあ面白かったです、ありがとうございました。まあ、広瀬香美さんの曲ね、ちょっとローマンスの神様とか久しぶりに聞きたくなりましたね。ゴッディッシュアド、ん？ピノキオピーサ不明せ、どういうことこれ、なんかちょっと意味がわからないんだけど、アドが曲作ってピノキオピーサが不明作ったらしいですね。神みたいな、ちょっと待って、あれを忘れてた、ちょっと傾きをオフにするの忘れてたけど、やばいやばい、みんなやばい、これあんま良くないっぽい、この譜面ゴミっぽいな。なんかもう一個あったんだけど、こっち紙っぽい譜面してるかな、大丈夫かな、すっごい傾いてるわ。あ、これさ、傾きってこれさ、指の位置なんだこれ。ノーツの位置じゃなくて指の位置で変わるんだね。知ってました？知らないっていうか、まあ、知ってたところでどうでもいいというか、この知識ね。これソノルスだけの知識だからね。なんか若干判定が、聞いて、なんかね、若干ね、これつけると判定ちょっと緩くなるんだよ。で、これ聞いて、緩くなる、いや、ような気がするんだけど、いや、これ気のせいかもしれないんだけど、なんか気持ちなしか緩くなるような気がするんだけど、あの、叩くところが緩くなるんじゃなくて、なんかタイミングが緩くなるような気がする。前代未聞というか、なんか全体的に緩くなる気がする。だからなんか逆、これアドさん、これ歌い方すごくない？声の三種の神器すぎない？三種どころじゃない。なんか声すごくない？全部アドさんの。これすごくない？なんかアドさんどこからそれ声出ますって感じぐらいの。まあ私もね、アドさんぐらいね、いろんな生態系の持ち主と言われて、まあ、詳しくは配信とか見ていただければね、まあ、普段こういう動画とかであんまね、私の生態系の謎のシーン出さないですけど、たまに私もね、いろんな生態系出せるので、ぜひね、生態系出せるので、ぜひね、ちょっと噛みましたけど。まあ、嘘でしょ、終わった、このタイミングで、嘘、もう終わりって唐突に来るよ。なんかその宇宙の始まりも始まったのは急だし、まあ、ビッグバンも急に来るよって言われてるから。おしゃまスクランブル、なんかあんまこの曲で譜面作る人ってあんまいい譜面作る気がしないっていう。ビッグバンで思い出したけど、ビッグバンアタックってなんかベジータのあれ30代が考えてるなんかなったらめっちゃダサくないですかっていう。ちょっと待って、あ、めっちゃいい譜面しない？ちょっと待って、ベジータの悪口してたら普通になんかいい譜面すぎてびっくりしたんだけど、あれなんか30代の男性がビッグバンアタックを発明したって考えたらなかなか痛くないですかっていう、結構思いますよね。まあ滅亡するときはね、地球とか宇宙が滅亡するときはまああれらしいですよ、急にフッとなくなるらしいんでね、ぜひ皆さんも肝に銘じていただいて、いつ明日がその時かもしれませんよ。なのでね、悔いのないように生きてください。まあ、僕はね、このソノルス実況を上げた最後にはしたくないですね、さすがに。あ、牛乳、すごい牛乳が出てきてる、バカ、バカいい、なんだこの目、ジョン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 、この傾き見て、この傾き加減がすごい。なんだこの傾き加減、俺がなんかノーツを叩くたびにすごい傾くから、もうむしろ心地いいまであるこれ。なんかこういう踊りあったよね、縦型の。あのつまみ回すやつ、コナミのやつね、なんかありましたよね、ゲーセンにこういう踊り、まあんまり名前出しませんけど、やっぱり見て、俺ちょっと待って、序盤で逆にフラグ立てさせたらこれめちゃめちゃ紙譜面なんだけど、想像を超える紙譜面具合、ちょっと想像を超える紙譜面具合、やっぱさ、いい譜面悪い譜面ってあるじゃない、あれってさ、このスライドの形でなんか美しいとか決まるよね、そういうのって。ほらほら、すごい、いや、ほんま尊敬に値するわ、すげえな、いや、マジかっこいい譜面の配置、いや、ほんまにすごいで、いや、なんかそういうのって大体このスライドの形で決まりますね。めちゃめちゃ精度いいし、フルコンしてる話聞く？みんな。俺めちゃめちゃ精度いいし、フルコンしてるぞ、今。ワンチャンこれ AB できるぞ、まあ別に詰めたところは何の意味もないから詰めませんけど。
まあ、なんか30ぐらいって感じかな、正直譜面は。楽しいね、この初見殺し一切ないタイプの30、めっちゃ楽しいわ。いや、神譜面、ガチ神譜面、ありがとうございます、ゆきおさん。めっちゃ精度いいやん。14秒で終わる？ドリーミー地中。やっていきましょうか。あ、本当になんか14秒で終わりそうな雰囲気で、これ14秒で終わるドリーミー地中なんだけど、大丈夫かな？ちょ、なんか続いてほしいな。A メロ好きだから。あ、もう終わりの雰囲気がすごい。終わり。あ、でも皆さんのバレンタインもこんな感じだったんじゃないでしょうか。皆さんのバレンタイン宣言ですかね、こちらの楽曲は。ありがとうございました。皆さんのバレンタインも多分何もなかったことのように多分一瞬で終わったと思います。サムネが。なるほどね。いや、これきついな。ちょっと待って、これ想像絶するきつさの、ここ想像絶する、ちょっと全然トークができない。ちょっとどうした、ちょっと待って、今一瞬なんか、なんか一瞬俺頭、ちょっとこれ結構笑えないんだけど、なんか今一瞬頭のなんか内容吹っ飛んだんだけど、別に眠くないのに今ちょっとびっくりしてる。こういうの何かの伏線かもしれないですから、皆さんメモってくださいね。これ漫画だったら絶対伏線ですから。今の待って、意外と楽しい、この辺。いや、でもね、これめっちゃ体力使うわ。あのさ、一回上に指をやって戻ってくるまでの時間のなんかその体力がすごいわ。わかります、これ。いやこれね、判定は緩いかもしれないけど、いや、これめちゃめちゃきついです。うわ、ここきっつ、きついな。あ、ここ全然負担通りすぎる。てか、なんか何気にさ、あれですよね、あの1ちょびちょびノーツ、あの豆みたいなさ、一粒ノーツのさ、フリックまだ来てませんよね、本家のプロスカに。レギュレーション的に大丈夫じゃないところがあるのかな。ちょっと今トークが若干不明に影響されましたけどね。たまにそういう時ありますよね。なんか画面に出てる言葉をそのまま喋りに繋げちゃう時ありません？接続詞とか勝手になんか画面にデモとか出てた、デモさんみたいな、なんか喋り、なんかわかります、この現象。あと、好きな人と言ってる、一緒に言うとさ、その好きな人の口調とか映んない、たまに。好きな人っていうのはちょっと語弊があるけど、まあ、なんか嫌いじゃない人と一緒に言うと、なんかその口調映りますよね。あれ、いいっすよね。な、ちょっと意外とコンボ繋がってますよ、私。皆さん褒めてくれていいんですよ、これ意外と繋がって、これガチキツよ、ちなみに。体力ガチキツよ、これ。いや、そこら辺の、あーって言おうとしたけど、その辺のスポーツよりって言おうとしたけど、いや、余裕でスポーツやってる方が偉いし、かっこいいし、多分難しいと思うし、あの、きついと思いますので、すいません、本当にごめんなさい。僕の部活の程度が低かっただけですね、多分。ちょっと、ほんまにきついわ。ちょっと待って。あ、ここ、あ、でも意外とここ思った以上にきつくなかったんで、びっくりしたね。もっとすごいものを想像してました。意外とコンボ繋がって楽しかったですね。なんじゃこれ。誰が、こういう系譜面あるある、大体一回触ってもう二度とやらないタイプのやつね。皆様そうですかね。ちょっと待って、めちゃめちゃ疲れたんだけど、まちゃまちゃはちなみに5月生まれです、誕生日。クソトートミンマメ知識、まあ、楽しかったです、ありがとうございました。まあ、いい動画のネタになったので、よかったですなと思いました。30秒であるビターチョコデコレーション、あ、ちょっとピン、あ、これあれなんだ。ちょっとプロセカカバーと本家音源はあれが違うんだ。ちょっと待って。え、こっちめっちゃかっこよくない？このなんか初音ミクの声の感じが。え、曲めっちゃかっこよくない？なんかこっち本家の方なんだけど。プロセカにあるんですよ、この曲。で、プロセカカバーじゃない方聞いてるんですけど、今。かっこいいな。初音ミクのなんかその、声の使い方がなんかかっこよくないですか、これ。すごい、ちょっと、そう、忘れてた。これ30秒バカ早く終わるんだって、これ。なんか忙しいためのシリーズみたいな、なんか昔流行りましたよね、ニコニコ動画とかで。粉雪とか見たことある気がする。めちゃめちゃ AP 惜しいやん。なんかこれ神譜面だったような気がするので、せっかくなんで、本日最後なんで、多分最後になると思うんで、ノーツ傾けてね、やっていこうかなと思う次第でございますわ。しとしとと、しとしとと、しとしとと、しと、どういう意味なんだろう。これ左右対称でノーツ叩いてるときは傾かないんでね、相殺みたいな、右傾きと左傾きは相殺してみたいな、そんな感じですね。なんか神譜面だったような気がするんだよね、昔配信でやったことあると思うんだけど。これは確かあれですね、音劇の曲ですね。おー、
ほらなんか形かっこいいよね、この辺の譜面、こういう系の譜面、わかります？もう形一回でもかっこいい人いたらもう全部かっこいいんですよ、多分その曲の。いやぶっちゃけさ、プロジェクト世界さんさ、多分さ既存曲入れてるってなったら有名な曲ってもう多分もうほとんどプロセカのソノルス譜面で作られてると思うんですよ。で多分いい人の譜面からなんかパクっていいんじゃないかなと思うけどね、なんか正直なんかいい譜面作ってるなみたいな人いたらパクっていいんじゃないかなと思うけど、ダメなんですかね、逆輸入みたいな。待って、形良すぎだね、ビジュアルいいわね。私もねなんか最近ねビジュアルいい人好きっていうか、全然なんかなんだろう、いやなんかこれ痛くねみたいな、あのなんかそういう髪型とかね、髪型とか、まあ、服装とかねはなんか痛々しくねと思っても、様になってれば俺結構好きなタイプで、だからデスノートのミサミサとかいるじゃないですか、あれなんかオタクの街秋葉原とか行くとなんか平気でああいうなんか女子いるんだけど、地雷系みたいな、あれもねなんかたまにいい人いますよね、あかっこいいねみたいな、もうロックみたいな女子なんだけどロックみたいな、なんかそういうの見てるとおかっこいいねって思いますよね、思いませんかね、すいませんね、申し訳ないですね、ガバマなんだろうなとは思いますけどね。めちゃめちゃ楽しいやんけ、なんだこれ、ノーツの形いいどころの騒ぎじゃねえぞこれ、なんだこれ、ランダめちゃめちゃ楽しいやんけこれ、嘘でしょ、何してんのこれ、うわすごいね兄さん、兄さんこれやばいね、天才でしょこれ作ったの、楽曲もかっこいいしね、素晴らしいですねクオリティ、おいいですねいいですね、ここもね、いや文句なしよほんまに、さすがに劇中前コラボでこれ移植したらなんかちょっとあれだよね、プロ世界やめる人出てきそうですね本当に、なんか楽しかった、ふい、なんかサウンドボルテックスみたいな感じになるから、これしかもなんか演出としてもさ、なんかこの傾きいいですね、今日傾きを紹介するって動画だったんですけど、なんか普通に傾き良かったですね、ありがとうございます、譜面も良かったです全体的に。